今回ブルックスね、3つ持ってますね。今回新商品ね、オーロラが出ました。足が負担がないようにリアル柔らかいです。ふわふわ、ほら一石三鳥じゃがっていう話ですよ。足に優しい、かっこいい、走れる、持っててもいいんじゃないかって思えるシューズです。やんなあるあるということで、まあ靴ね、見てこれ、こんだけ毎シーズン毎シーズンこんだけぐる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 試させていただいてます。もうね、もう僕の中で何が正解かほんまに実は分かってないんですけど、もうね良すぎんのよ全部が。だから嘘偽りなく全部ちゃんと伝えたいっていう気持ちでこれからやっていこうかなと思ってるんですけども、ランナーあるあるに限ってはシューズお気に入り、やっぱりいい話しちゃうランナーあるあるでも体がなんか感じやすいの、分かりやすい、かかととかこう足入れた瞬間から、あこの靴なんかちょっとちゃうぞっていうのはみんなもう分かるでしょ、分かるから、まあ、そこはもうみんなお気に入りとか、このシューズで今回頑張ろうとか、このシューズだけはなんか好きやわとかいろいろあると思うんですけど、いろいろ試してもらってね、買ってもらったらいいかなと思います。やったなんかい。今回ブルックスね、先元は3つ持ってますね。ハイペリオンのテンポ、まあ、これはもうジョグシューだったり、足の裏鍛えるためにわざわざこれでスピで練習したりとか、クッション性生地感に関してはめちゃくちゃこっちのハイペリオンエリート2と似てる部分があって、すごいこう色合いとかも好きなんですよね。グリップもめちゃくちゃ良くて、で、まあ、これは僕ジョグとかで、ジョグと軽いスピード、足の裏を鍛えるために履く、これはもう本当レースシューズで、今ね再販されたかな、ちょっとだけ数もちょっと入ってきて今再販されてるんで、またホームページ見てもらいたいんですけど、これはめっちゃお気に入りです。僕のツイッターとかでも先元の活動も取り上げていただいてるんですけども、ブルックスさんとのちょっとコラボでページもアップしていただいてるんですけども、このシューズに限っては200m24 秒とかで普通に走れるぐらい速いスピードが出ました。なので結構好きなんですよ。そういう数字の靴が紐づくところがやっぱりあると思うんですけど、反発も軽さもこの中の、カーボンも含めすごくいいものです。色合いがいいよな、この色の反発クッション、まあ、今これ見といて後でまたこのオーロラを説明するんですけど、まあ、ちょっとやっぱり反発は硬い反発でエリート向けの反発図になってるっていうのはすごい分かりやすいかな。で今回新商品ね、皆さんももうご存知だと思うんですけども、オーロラが出ました。月は歩いたことはあるやろうけども、走ったことはみんなないだろうみたいなのホームページに書いてます。まあ、お月さんをね、無重力の感じで走るというようなイメージを持てるようなクッションですよっていうことが、今回ホームページにも書かれてるんですけども、リアル柔らかいです。ここちょっと真ん中見といて、いくで、ほら、こんなんで、ここもこんなん、こんな分厚いのに5センチぐらいあるのにふわふわ、ほらわかるかな。で、今回多分ジョグシュープラスちょっと高級感ある反発っていうのを今回押されてるんですけど、僕もこれ履いてすごくわかったのは、マジでリカバリーシューズですね。例えば昨日トラックシューズでわーっと走って、足今日めっちゃ疲れてるわっていう時に、次の日はこういう柔らかい、足に負担がない柔らかいシューズを履くことでその日リカバリーできるんですよね。なので、こういった分厚いものも、持っとくことで明日の練習のことも考えながら履く靴を決めるっていうのも結構大事かなと思います。で今回足がやっぱこう負担がないようにっていうのを多分めっちゃ考えられてて、ここ見て、このソックス的なスポンって入るここの足首の周りでホールド感が優しくあるというところです。ここの中の足先はスーパーメッシュ素材で、ほら手見てこんだけ透けるんやね、ほら
だからちょっと靴下もちょっとおしゃれなやつ履いて中見させる感じでもいいんかなっていうような気がしますね。でちょっと履いてみようかな。クッションの柔らかさ、はい、これね、こう靴下みたいやから、ほら、これ靴下と一緒のような感覚わかるかな。で、こうやってすごくないこれ、靴下感すごくない、ほら、ここでもうピタッとなるわけですよ。なので柔らかさね、このかかとね、この、わかる、わかる、すごくギュッと、わかるかな、わかる、すごい柔らかいから、でこれでじゃあ、スピード出えへんのかって言ったら、僕はキロ4とかで全然スピード出せました。なんで全然スピードはもちろん出るんですけど、そのそのだけスピード出す必要もないんかなって思うんですけどね。これ僕の中では朝ジョグ、僕レベルで言ったらキロ5分のジョグ、リカバリージョグで最大感じです。あとでもこう見て、この格好とかで普通におしゃれじゃない、この色合いとかわかるかな、おしゃれよね、この色合いとかこのデザイン、スタイルスタイリッシュなこのモデルっていうのは一石三鳥じゃなかったって話です。足に優しい、かっこいい、走れる、これは持っててもいいんじゃないかって思えるシューズです。まあそんな感じかな。だからこれはハイペリンオンエリート2。いいのよ。かっこいいし、色合いもいいし、まあしっかり履いてるからちょっと汚いけど、これもこれでかっこいいからね、色合い。軽い。テンポです。ぜひね、ブルックスの反発も結構いいもんあるんで、見てもらえたらいいかなと思います。はい。ということで、今の話だからいいかなと思う方はチャンネル登録とグッドコメントよろしくお願いします。さて今日はとかね、きつい練習の前の足作りとか、僕は今最近使うようにしてる感じなんですね。あんまり足に疲れをためないジョグシュー、走るプラスおしゃれを楽しめる方にとかをおすすめしてるんで。